はい、こんばんは。はいよ。はい、イオシスのゲーム実況です。毎度様です。はい、ゴナー2起動してみましょう。はい、あ、コアックマンになっちゃった。コアックちゃんこのゲーム多分やんないと思うな。戻っ、ちょっと戻ってあ、ちょいちょいこっちで、よいしょ。ゴナー2、スイッチ版2020年10月22日にリリースになってます。はい、最近のゲームですね。先週のゲームですね。はい、なんかね、アクションでビビビビビってやるゲームみたいですよ。おお、ちょっと不穏な音が。まあ、あのイラストですからね。はい、ウィーンっつってますね。言ってますね。ジャンプを押して死ぬ。何何何何何、どうしたどうした、いきなり死ぬの。どうしたどうした、ジャンプを押して、左下に大丈夫って出てない。大丈夫って書いてあるね。押す。我々の映像で隠れちゃってたね。ああ、わあ、死んだ。 あれどうなってます。押す、押した。お、おう、あれもう始まってます。あ、もう動いてんじゃん。2人プレイをしたいのですけど。はい、えい、オプション、そうでもない、一人用なのでは。いや、2人動画を見ました。あ、そうなの。チュートリアルだから一人なのかな。わあ、わあ、わあ、なんかあれじゃない、充実のオプション画面じゃない、きっと。うん、だいぶ趣ありますけど。うわ、これなんかサウンドをあれするあれじゃない、きっと。違う、これがオプション画面なの。いや、違うかしら。そういうこと、サウンドを。ええ、え、ライフル、あれ、ん、バックバック押す、始まってます。始まってますねあ、食べられたよ。あれで進んでいくっぽいっす。え、2人プレイをしたいのですが拙者2人、これなんか、なんか行き来するのかな、これ。オプション、オプション、あ、でもフレンドリーファイアとかあるから、ね、そうだね、2人用。チュートリアルは1人なんじゃない。ちょっと進めてみます。はい、目玉さんいますね。目玉さんいますね。これ進んじゃうのかな。両方いける。あれ、普通の方行った方がいいのかな。すごいな。お、ん、死んだ、死にました。え、こっちじゃないのかな。再開、再開じゃない。あ、あ、出た。 B ボタン押したらなんか出た。な、なんだ最初の骨はあ、パクパク、あ、出ました。で、緑側私です。出た出た。ほらほら、死ね死ねライフなんか減ってる減ってる。頭蓋骨、頭蓋骨、頭蓋骨青が 1P でタクヤです。 2P が黄緑で社長です。はい、ユノさんです。B でジャンプして、 A でなんかビョーンってなって、 X で多分これ切り替えだな、武器を。 Y は分からんな。若干のこの2段ジャンプ3段ジャンプみたいな雰囲気。2段、2段まで。B ボタンのジャンプは2段まで。で、さらに A ボタンでビヨーンって飛べるね。上にビヨーンか。ライフル欲しいんですけど。お、お、目玉。お、目玉さん。目玉。いくら、ホットシェフの。いくらが。いくら。お、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 登れる。いける、いける。いったいった。何これ、アイスクライマー
お下にビヨーン、んなんか青い何らかなんかこの前やったフラットヒーローズにちょっと似てる操作だ。にゃーん、あー登れるじゃん。影の伝説かいろんなものを連想する。いくらビヨーン、いくらでビヨーン、いくらを踏み台にしてビヨーン。どこに行くのじゃ。あれビヨーンできなくなった。あ、ライフルゲットした。はい、で進むらしいですよ。このなんかモナーみたいなやつ。ほんとだ。あれ、B、 B ライフル撃つのが Y かな。少女週末旅行に出てくるあれみたい、白い生き物みたい。 Y でライフル。進めるドン。壁蹴りで登れる。はい、ここはいけないのか。あー落ちた。あー、そう進めばいいのかな。弾薬はこれでなんか補充できてるな。あ、できてない、できてないか。上にライフとあの40ってやつが、あ、青 2P じゃん。ライフ減りますね。あ、ライフル減りますね。はいはい、あ、ちょっとここ入れないのか。右から入れそうだけどね。うん、なんかね、向こうに入っちゃった。いけなかった。ああ、あ、いけない、いけないっぽいね。まだ何なのかさっぱり分かってないですよね、はい、あ、ぬこだ、ぬこ。そうそうそう、コメントいただいて。あれね、当たると死にます、敵。ライフル弾薬が限りあるから、あんまり当たら、あ、落ちた。あ、死んだ。死ぬとなんか、あ、こっちから復活した。うん、頭蓋骨あ、頭蓋骨をねゲットするとね、あの一回死んでも大丈夫みたいな。うん、あ、もう一回死んじゃった。頭蓋骨を獲得どんどん進めばいいのかな。そうですね。えい、入んなかった。で、なんか敵を連続して倒すとコンボがつながるらしいです。なるほど。ライフルがねえライフルないとちょっと丸腰は頭蓋骨しかねえあ、これなんか獲得、いくら獲得。謎すぎる、わからんライフルがないとあ、これを取るとライフル残弾回復する。はいはい、配管工。ほんとだ、土管。うわ、やることないあ、食らっちゃった頭蓋骨を投げて遊ぶしかないそれなんか取ったらなんかなんない、黄色いやつとか。そう、取れないんだよね。あ、ライフルの残弾だよね、あれがね。踏めば倒せる。マジで。あ、当たっちゃった、死んだ。踏めば倒せる。踏んでみて。あー踏めなかった弱い。なんかなかなか死なないな。うん、黄色いのは回復かな。回復がもうマックスだから。ああ、ん、あ、なんかあれだよね、味方が死んでも。うん、お、なんだなんだ、
アイテムいっぱい出たよ。無料のもの。無料のもの。やっぱり上から踏みつけると死なないというか多少攻撃はできてるっぽい。マリオやな。そういうこと？よいしょ。あ、倒せた。踏んで倒せた。おう。戦える。ライフル欲しいね。ライフル欲しい。ん？出た瞬間死んだ。やばいじゃん。敵いっぱいいる。ああ、なんもない。ん？連続で死んだぞ。あ、連続で死んだ。出ない。頭蓋骨。あ、なんかアイテムでピヨーンって。お、踏んで何匹か倒したが、さすがに、しかし、多勢に無勢じゃ。あ、頭蓋骨ない。あー、バックパック。あー。踏めるけど。踏めるけど、全然ダメージ与えられない。あー。ライフルが全滅。あー。69点。で戻ってまた最初からみたいな、はい、得点が多いほどみたいな感じじゃないですか。なるほど。また俺今度頭蓋骨すらない。あれ B ボタンを押してみて。 B ボタン、ほら出た出た。バックパック、X 出てますね。あれ、あれ？アイテムこっちにないかな。さっきあったよね。この辺？あ、頭蓋骨。頭蓋骨。頭蓋骨と。頭蓋骨最初から欲しいな。ライフルあった。はい、これでいいんだ。これでいいんだな。うん。チュートリアルはないんだな。これが準備の面なんだね。これをバックパック。なんか進んでいくと色がサイケな感じになるとかなんとか書いてある。そうなんだ。この人は誰ですか？目玉さんですか？サンジアンですか？サザンアイズの人ですか？わからない。さっきコメントでサザンアイズってコメントがあって。なるほど。この辺は一緒なんだな。とりあえず行くか。よいしょ。こっちか。自分が常にどっちの色か見てないとすぐ分かんなくなってしまう、はい、分かんなくなる。自分を見失ってしまう。ライフルの向きがなんかある程度自動でフォーミングされるっぽいな、はい、あ、入っちゃった。弾が減ってますね。うん、弾回復しようと思ってアイテム取りに行ったら、とにかく連打やな。そうだね、結構回復はだいぶ出るから、うん、でちょっとライフルの向きを調整してやる必要が、うん、危ねえ。あ、90コンボかな。入った。アイテム欲しい。お、取れた。かけ3。そっか、顔だけ出して弾撃つんだ最初。ああ、うえ、ああ、先走ってしまった。ライフルあるね。ありますね。おお、いっぱいいる。うえ、ライフルすぐ回収すれば大丈夫なのか。うん。うえ、危ねえ。ここどこですかね。五反田かなんかですか。夜の五反田ですか。五反田こんなになっちゃった。うん、顔だけ出して連打。はい、よし、超えた。結構対空時間あるな。そうだね、撃ってると落ちない、うんうん。弾がね。あ、本当だ。踏んで倒す。うえ。踏んで倒す。出た。弾が出た。
はいはいはい。あ死あはははあ、あライフル落ちた。ライフルなくなった。助けて助けて。そうか、もうなんか結構死ぬの前提なんだな。そうだね。で何回か死ぬとアイテムがちょっとなくなっちゃったりしてしんどくなる、うん、ああ。あ、俺もう死んだ。残機ないっぽい。あれ？あ、ある？回復。あ、あるな。あれ？これ頭蓋骨ない状態でずっと私やってますけども。頭蓋骨とは。あ、なくなっちゃった。回復。これは？それ何なんですか、ね？青いなんか風船みたいな。うん。大丈夫。あ、踏めるだけ？あー、たまない。あ、だいぶ点数増えましたね。69点から393点になりました。ほんとだ。矢印でアイテムあるよう教えてくれる。あー、そうなの。なるほど。もう一回やってみます。はい、もうね、点どんどん増えますから。いえ、今俺なんもないけど、どっかお知らせしてくれて。まあ右の方行けばあるんだよね。うん。なんだ？ああ、長い。表示ないな。あったあった。頭蓋骨、ああ、あれ？頭蓋骨ない。ん？頭蓋骨欲しいね。バックパック、バックパックってなんだ、なんですかね。あ、ちょっと行きますか。頭蓋骨なしでスタートします。頭蓋骨の役割がよくわからないまま。なんか一回死んでも大丈夫とかなんかそういう、うん、そんな感じだよ。うん。まあどっかで拾えるでしょ。うん。いや、なんか弾がなくなるのが急になくなって。そうそう、押し出しちゃった。押し出されて死んじゃった。ライフル拾った拾った。あ、頭蓋骨もあるね。頭蓋骨ゲット。ああ、上からボーンって押してくるやつが、うん、危ない。お、なんか違う、違う感じの、あれ本当だ、形の目になりましたね。あんまり連打しない方がいいのかな。一発じゃ死なないんだよね。うん。弾を大事にしつつ回復をちゃんと取んなきゃダメだな。うん。いっぱいいる。おー、てゃ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 ー、あー、死んだ。倒した。死んだが、どこ行った？まだ復活でき、あ、こっちにいる。右上にいる。右？あー、なんか落ちてった。なんだ？あれ？右上に？あ、右上から出てきたから、右上から出てきた。あれ？どうなってます？あれ？あ、陸地がないと死んじゃうんだ。なるほどなるほど。この自動生成されるとか消えちゃうから陸地が。はいはい。そして何もないぞ。なんか矢印が出てますね。ああ、なるほどなるほど。あ、自分の頭蓋骨とライフルの位置が矢印でないときは出るんだ。へえ。危ねえ。油断して。弾がね、回復。そうか、復帰するときに。だからなんかデスカウントがめっちゃ増えてたのはそのせいか。なるほど。復帰してどっちか生きてればとりあえず大丈夫みたいな雰囲気はあるね。回復が出ないな。ほんまや。うわ、きつい。あ、
死ぬ。あ、下ですね。よいしょ。下にライフルがあるのでは、うん、あれなくなったんだ表示が。あれロストした。下行ってみる。あ、下出た。あ、あるね。あるね。あ、ありがたい。矢印表示が出たり出なかったり。遠すぎると出ない。違う。あ、いやー、やられた。これなんかマリオのやつでハンマーブロスが嫌な位置にあるやつと言っていい。わかる。おわ、上から降ってきた。そう、上から降ってくるやつが危ない。すぐ死んじゃう。うわ、すぐ死んじゃう。すぐ死んじゃう。あ、復活が左下だ。ということは一回戻ってもらって、で、スイー、遠いな。遠いね。復活で、ライフルがあっち。しんどい。3発ぐらい当てないと敵倒せない。うん。この体だけの受けるな。やったぜ、ありがたい。あれ、頭蓋骨は？頭蓋骨ない。ああ、自動生成でもしかしたらマップがなくなってどっか下の方まで落ちちゃったのかもね。そうか。まあいいか。はい、頭蓋骨はまあいいか。まあいいか。ああ、いきなり落ちる。ああ、離れて弾幕が薄くなるとダメだな。うん。弾がねえな。玉なしです。玉なしですか。頭蓋骨なしの玉なしですか。やべえ。そこにありますよ。はい、なかなかいないね、頭蓋骨も玉もない人。やばいね、死ぬ。あー、やられた。あー、やばい。一回戻んねえと。そこか。 あ、出たよ。ここに出たよ。 あ、そこに出た。なんか復帰位置が、頭蓋骨があると近くに復帰するとかそういうこと？あ、そういうことだわ。そうですわ、頭蓋骨の位置に復活するんだ。なるほどね。なるほど、なるほど。結構対空できる。弾が3つしかない。弾なしになってしまう。もらった。微妙に当たんねえ。うん。にゃーん。お、復活した。あー、死んだ。きつい。死ぬとどうなる？死ぬとスタート地点に戻ってしまう。ああ。はてなっつってるね。ここに頭蓋骨があるからここから復活できるけど。はい。ユーノシは。玉なしで戻ると。やば。ああ。やばいやばいやばい。頭蓋骨玉なしの2人が。ああ、うわあ。あ、しまった。難しいな、結構。点数下がった。なるほどなるほど、分かってきたぞ。うん。ふう、これいきなりルールなしでこれ出てくるのやばいね、うん、始まる。頭蓋骨があそこに連れ下がってるよ。ゲット。毎回頭蓋骨の位置違うのか、うん、ライフルはそこに1個あるけど、はい、あれ、ライフル1個しかない。あれ、もう1個どっかにある。いつも最初 1本持ってたんだけどな、ライフル。あれ、探さないといけないのか。
何もないこのままだと何もない、玉なしで始めるしかない、やばい、ください、ちょうだい、くれよくれよくれよほらないのかい、初期装備なし、あ、バックパック、バックパックある、バックパックとは、バックパックってなんじゃ、バックパック開けるとなんかアイテムで、頭蓋骨とライフルの下に3つあるのが増えたけど、あれは何を意味してるんでしょうね、なんでしょうね、このままだとしんどいけど、まあ行ってみるか、まあ行ってみるかこれ一緒だね、左と右でなんか違うのかな、うん、あ、そうかも、本当に何もないぞ、バックパックだけ持ってる、ああ、死んだヌルポイント、そういうことあるの、ゼロポイントすら出ないよ、やば、ヌル、ゼロでもヌルですらないみたいな、うん、バックパックを集める、お金、コンティニュー、あー、買い物、何もわからない、お財布みたいなカバンなんだね、ただ、なるほど、ほん、なんだあれ、なんかもらったよあれ、そうそう、なんか最初、あ、あったあった、最初なんかね、あると、うん、あるもらえるっぽいんだよね、最初ね、さっきなぜかなかったんだよねあったりなかったりすんのかな、そうかも、あれ見てみます、あ、はいはい、これ死神の隠れ家、ん、戻って戻るだけ、スタート地点、戻るのね、そうかそうか、じゃあこれしかモードないのね、そうね、で4人同時までできるんですよ、あ、そうなんだ、うん、なので4つあるんだと思います、なるほど、最初なんか 1個しかない、4人いるけど1人しか打てないみたいな、あ、そこから始まるパターンもあるのか、なるほど、イエーイ、買い物はどこでできるんですかね、この辺ですかね、あの辺ですかね、お金はどこに、うわーってやーってやー、うわーって、お金は貯まってます？てや、おい、ちょっと、てや、硬い、あいつ硬い、カタツムリは硬い、倒した。なんかゲットしたぞ、頭蓋骨っぽいものが出たように見えたけどな、お金かな、お金かな、 あ左下のお金、あれで敵のこう倒した数カウントだと思うんだよね、ああ静かに死にましたね、うん赤いやつがお金かな、ああまた死んだ、あ、お金22だ俺、あ、本当だ、24、これを貯めておくと何か買い物ができる、なるほど、そうか、最初ゼロだったんだ、玉がない気がする、あ、俺から出て顔を出し撃つ、はい、玉もらったぜ、ああ。死ぬとお金ゼロになっちゃうのかな、そうかも、あー、ちょい、あんにゃーん、あー、たまなし、やべえやべえ、敵がいっぱいだ、あ ー, あー殺された、 あれなんか出たぞ、あれアイテムボックスかな、かな、あー、ちょい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 、落とし穴、セーフセーフ、当たらねえ、あーちょっと助けて助けて、何もできねえ助けて、頭がないよ、ああ、頭がないときは頑張って踏んで倒すしかない、そう、ああ、ああ、ああ、
むずいな。買い物はどこで？途中にどっかあんのかな。うん、頭蓋骨、ライフル、バックパック。はい、あれ、バックパック持った？持ってますね。持ってる多分。はい、お金は今ない。ここは何か意味あるのかね。あの辺がお店かなと思ったけど、うん、そういうわけではない。ちょっともしもし。入れない。入れない。お金持ってると入れる。条件を満たすと入れる。途中にあるのかな、ショップは。買い物っつっても何だろう、ライフルが強化とかマックスが、うん、なんかキモいのいる。うわ、なんか顔っぽいやつ。これなんかアイテムが出るっぽい。ああ、音楽ちょっと変わった。いっぱい出た。うわー、ハートも出た。お、ブーマー。お、なんだ、なんだ、なんか、なんだ、カジュアルに死ぬな。うん。ブーマー。なんだろう。あそこになんかあるね。あるね。あ？ライフル。あれ？うん？なんでもない。あ、アイテムになった。かな？ CD っぽいやつ。ああ。どうして？こっちからかな。あれ、あれ、アイテムはロスト。この隙間この隙間え、ロストじゃないこれ。えい、やべえっすよ。ホームラン打ちそう。弾30発で弾30発でどうにかしていただいて。ああ、落ちる落ちる落ちる。あー、あー死んだ。あー、ライフルが、ライフルが、あーやばい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 にゃーやばいやばい。あー落ちた。あー死んだ死んだ。あー、まだ生きてる。あれ、復帰できない。あー16点。あそこなんかありますね。あるね、土管、ドラム缶、あとバッテリーみたいのもあるんだ。なんかアイテムがあるんだな。うん、買い物は未だによく分からんけど、何かアイテムがあることが分かってきた。はい、こうかな。よいしょ。なんか 2,3 回目のスコアがすごい高かったね。え、にゃーん、なんか違うやつだな。金魚っぽいやつが。本当だ。あー全然違う面だ、キモい。ランダム生成だからね、全然違う。あ、泳げる泳げる。え、あー、おー、おお、そうなの。あ、死んだ。え、あ、最初になんか金魚みたいなやつだったから金魚面だったのか。そうか、これ倒せる。この赤い手が新しい顔よ。新しい顔をもらいました、はいはい。これなんか赤い手で弾弾かれちゃうから、うん、片方がこうしてる間に撃つっていう。はい、しかし弾がない。弾ないんですよ。あ、じゃあこれで、ああ、ちょちょちょ、行き過ぎた。ああ、感性の法則がガッツリある。へい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 。めっちゃこっち見てる。へいへいへい。へいへい。全然そっち見ない。ああ死んだ。踏めない。弾が、死んでも弾が復活しない。はい、そいつほっとくか。ほっとくか、うん、海面もあるのか。わい、独特の、独特の、当たんない。うん、
当たんない踏めない倒せんのかこいつ。なんかふわふわしてるけど倒した。あ、全部取っちゃった。あ、これってアイテム出んじゃない。出ない、出ないな。出ないですね。当たらない当たんないよ。そして当てて龍の死に当てちまうっていう敵がね、ビリヤードみたいにね。うまい。慎重に。弾もらいます。慎重に当たる。弾もらった。なんだこのゲーム。うわあ。あ、弾取っちゃった。あ、取れた。取れた。あ、設置した。倒した。あ、倒した。この面効率悪いな。むずい。マリオの海面と同じですね。海面は滅ぶべし。そうそう。行っていいのかな。おお。あ、死んだ。死。当たらねえ。よいしょ。当たらないし、なかなか死なない。うん。全然当たらん。当たんねえ。えい。アイテム消えちゃう。すぐ消えちゃう。うん。へいへい。よいしょ。あ、当たらない。落ちた。落ちた。ワープ。ワイ。当たらねえ。よいしょ。なんか撃ってくる弾。あれ赤い弾は？あれ当たったらさっき死んだような気がする。敵弾か。うん。あ、撃ってきた。あやべ。あれ復活は？復活が最初の地点。出た。何もねえ。何もない人が。あ、イカがタコなんだ。はいはい。よし。当たらねえ。当たんねえ。行きますか。あ、うん、まあいいか。全部、うん、ファイヤーマリオならな。わ、なんかいっぱいいる。これは顔だけ出して。じゃあ俺行きますね。玉の多い方。行きますよ。ちょっと大きい龍の死が。しかしこの。わあ、ちょっと。手前にあの赤い手のやついると危ねえ。うん。カニ。素早く。塩招き。離れてる間に出て奥に行った方がいい。あ、倒した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 。弾がもうない。出た出た。あ、頭蓋骨あったよ。おう、やったぜ。そいつ無視した方がいいな。無視していくか。おお、サメだサメだ。ショークショークショーク。あー、全然当たんねえ。食べられて満足し、食べて満足してるあいつ。サメ急に来やがるな。来ますね。タコが、あ、サメ来た。あ、サメ来た。うわー。わー。あー。あー。死んだ。ライフル回収。あー、死んだ。
回死ぬと回復が厳しい。よいしょ。うわサメ。あーあーもうライフル取れないあそこ。取れないよあそこにあったらよ。ライフル取れない。もうダメだ。もうダメだ。助けてー。助けてー。ライフル。ああ壁だった。敵めっちゃ多いやん。これスターでもないと無理だな。スター欲しいな。うん、あそこライフル取れないよ。あ隣にある。うん。うわお取った。あぶちょサメが。即サメ。あ魂の状態移動できんだ。あ本当に？あれライフル魂の状態でライフル取れた。わあやべえ。助けて。やべえ。助けて。ああ無理だよ。サメ強すぎだよ。だんだん難しくなってませんか？これ繰り返すたびに。どうなんだろうね。いきなり海面からってことはないんでしょうねきっと、ね。うん。4人とかでやったらまた違うのかな。そうかもね。結構ランダムの幅があるんだな、うん、そうね。なんか目玉のやつがいる、うん、左これ今左が目玉で、はい、右がパタパタで、はい、なんかそういう敵が出るんじゃない。あそういうこと。さっきあそこに金魚いたから。ああそれで海面だったのか、うん。ああなるほど。あ本当だ。痛い痛い目玉。2択で選べるんだ。なるほど。なんか脳みそみたい。キモい。あれ出てきます。あ掘るんだ。脳みそ崩せる。ワイワイ。おっと敵弾が。内臓みたいな面だよこれ。わあ。あーなに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 なんで死んだ。あ弾でかくなった。えどうなってます。あれ俺どこ。んあ、いたいたいた。弾がでかくなったものの、もののあれ、ここいける。あ、崩せるのか。崩せる。もののなんもない。あれ近くかね。ちょっと危ねえな。近くで行くか。はい。なんかいますね。ブリッジ。敵弾を消せないのがきつい。よし。あれどこ行くんだこれ。あれ戻ってきたよ。こっちの右か。なんだ。これなんか、なんか出た。アイテムボックスだね。そうかそうか。これ進めるんだ。脳みそは崩せる。はい。むやみに崩すと、うん、あれが攻めてきそうだな。ああやべえ、足場みたいの崩しちゃった。まあいいや。ねえ、やられました。あ、死んでる。いつの間にか死んでいた。敵弾が。あいた。敵弾に敏感に反応。敵弾が。あ。ライフル落ちた。たまたまが。ああ死んだ。あうやうやう厳しいよ。よいしょ。敵弾が結構やべえな。あと ちっちゃい敵が同時に攻めてくる。うん。にゃん。あお。ああ。おーい。そら死ぬわ。当たらねえ敵の弾が。頭蓋骨失った。にゃん。どっか行っちゃった。弾が当たらねえ。あそこめり込んでますけど。あおき。ああ。なかなか死なない敵が。うん。あ、敵弾。敵弾、そして頭蓋骨飛んでった。そして回復は左か。回復は左かな。出た。
ここにあんのか。しんどい。よいしょ。ああ、よいしょ。あっ、死んだ。あれ？サクサク死んでな。生きてれば復活できるのかな？そんな気はしますね。頭蓋骨がないから？うん。この先しんどいな。動きがフラットヒーローズにちょっと近い。うん、そうそう。でもたまになんか面進むと、頭蓋骨がもらえたりしたのでさっき。うん。当たらない。全然当たんねえ。当たらない。うわあ。あーやべ。進めるぞい。やったぜ。なんかアイテム持ってんの俺。うん。あれがでかいやつか。あのピンクのなんかアイテム。なんか歯みたいなやつ。はいはいはい。ああ本当だ。ちょい。おう。めり込んできた。本当だ。敵弾撃ってきてる。うわあ。なんかアイテムで踏む踏む踏むの違う。なんかしたらね、玉が出たりする。なんかなった。X で投げるみたいな。おお。ね。ライフル投げちゃった。そして死んでる。あ、敵も弾撃って脳みそ崩してる。ああ。ライフルをうっかり X で投げちゃう癖がついてしまった。怖いね、わいわいわい。こんなに慎重にやるゲームじゃないんだろうな。多分ね、どんどん死んでいくんでしょうね。うわ、いっぱいいる。うわ、落ちた、死んだ。全滅させる必要はないんだよな、うん、先に進めればいいのでは、うん、硬い。頭蓋骨あったよ。でも上になんかいる。うわ、やった、頭蓋骨ゲット。うわうわ、どっち行くんじゃ。違う、こっちか、左か。うわ、上から降ってきた。しかし頭蓋骨。頭蓋骨があれば安心です。安心です。この状態からでもこの場所で復活できる方法があるんですか。あ、踏んだ踏んだ。踏めると考えると、お、やべえ、ここモンスターハウス。行く必要あるのか。行かなくてもいいのでは。行かないといかんのか。あっちなのか正解は。投げちゃった。いや、あっちだな。あっちですね。あ、死んだ。おお、なんで死んだ。あっち行くしかない。弾を回復。行くしかねえ。行くしかねえ。うわあ、当たんない。あ、ちょっと。うえい。あ、死んだ。あーっと。あい、回復できねえ。死。戻る？戻ってもな。ライフルがあそこにあるんだな。あ、ライフルあそこ。一旦でもまあ。あ、うん、玉なしがやってまいりました。はい。じゃあちょっと待ってね。
ああ危ねえ危ねえ危ねえ、あ死んだ死んだ。でもここで復活、あライフルがねえ、踏んで倒す。あれライフル2つともここにある。あれ1個取った。あっと復帰復帰復帰した、すごい、よしすごい素晴らしい。ああ出ますね、よし。でもライフがあんまりないのかな、もう。そうねきっと。ここ行くしかねえのか。灰が落ちてますね。本当だ。うわーうわあちっちゃいのが来た。ちっちゃいのめんどくせえな。うん。玉回復。はいはい。頭蓋骨なくなりました。いやどこ行ったんだ。どっか行っちゃった。腎臓が落ちてますね。ちょいちょい落ちてますね。ああ。しまった。死にました。あ。戻るか。よいしょ。さあ、あなたの玉よ。イエス。取った。ね、敵弾が弾で消せない。うん。あと敵弾とかに紛れて、あのちっちゃい敵がふわーっと飛んでくる。怖い。敵も多分ランダム生成というか、なんかある程度種類のパターンが、うん、でしょうね。あ、ライフルをそこに置いちゃった。ちょっと。よいしょ。よいしょ。A ダッシュで。A ダッシュね。これなんだろう。何の内臓か気になるようになってきた。ああ。とりあえず俺は置いてもう進んでもらってもいいですよ。ああ。見えなかった。あのちっちゃいのめんどくせえ。そうそう。くそ。頭があそこにあるな。まだ結構近いから。はい。じゃあ復帰します。よいしょ。あのちっちゃいのやだな。うん。おいちょ。ああ。死。何で死んだんだ今。ね、なんか何で死んだのかわからないパターンが結構、うん、あるね。あれなんか緑のあそこの頭蓋骨10って書いてあるけど、そう10回死んだんですよきっと。ああデスカウントか。うん、落ちてきた。あーち、あー頭蓋骨はある？ない、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 ない。やべえ、あちっちゃいのいる、危ねえ。ドラえもんだより。いやー何もないよこれ、2人死が近い、やべえ。うわー、おいった、あーだーやー、危ねえ。うわー、ライフル、あーライフル取った、あーうわー、あー死んだマジで。あー戻る戻る戻る、あちっちゃいのいる、倒したい、よしよし、やった。あ、当て、え、え、当たん、あ、ちっちゃいの当たんねえんだこれ、だからなんかいろいろ大変なんだこのゲーム。肝は死なないこと。そうですね、あっ死んだ。死なないことってデスカウント11ですよ、もう死なないこと。もうこれはどんどん進むか、次の面とか行ったらなんか状況改善するとか、うん、心臓だ、うん、行ってみるか次。はい、ん行ったら復活するんじゃない、なんかあるね、あライフルだ、俺のライフルだきっと。あ復活するのかなこの場合は。頭蓋骨に11って書かれてかわいそうに。あ、うん、なんかえんは、あえアトランティスの謎の42面ですか。死なないけど、あれ
ん？あ？お？なんだ？ちょっとなんか抜けたのかな？あ、あ出た。俺も復活した。ないけど何も。右行くのか。めっちゃ弾あるよ、ライフルの弾。ああ。でもライフルがない。うん。あ、ショップじゃない？あ、本当だ。31円持ってる。こんにちは。こんにちは。んこれなんだ。あれ魂になれる。おう。あれそっか、魂に変形できるのかこれ。ん、あ、なんか変えるよ。ハート2。ほう。2のハートと3のハートある。でもお金ない。あれお金、あ、なんかさっきお金めっちゃ使ったっぽいな。金ゼロになってる。死んだから結構お金減っちゃったのかな。あれでもここ入るときお金あったよ。え？なんか取ったのかな。使っちゃったのかな。え、何これお金、え、お金55とか67とかあるよ。買えないとき。ウェ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 。猫いる。猫ちゃん。本当だ。猫ちゃん。猫ちゃん。なんだこれ。なんかバグってる。なんか動いてる。ある程度進むとショップに来るんだな。そうだね。あれこれ頭蓋骨は？あ、それバックパックですね。あ、バックパックか。ここに一回はまるともう出れないのかな。うん。あ、出れた。出た。A で出れる。あ、B で入るけど。うん。スポーン。なるほど。なんかよくわかんないけど金をなんか使ったっぽいな。はい。あれ？あれ ?31。あ、それだ。なんかバックパックを投げちゃったのかな、俺が。そうかな。あれ？ん？それ拾ってみて。ほら31。お金31あるよ今。あ、本当だ。あ、俺ライフル今持ってるよ。俺ライフル失った。はい、ライフル。はい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 、ライフル。はい、お金。あ、待って待って、ライフルちょっと一回貸して。ライフル借りた状態で、あ、でも弾入ってんのか。ライフルに弾が入ってんのか。はい、返します。お金31あるよ。買い物、この謎のやつを買うと、なんかアチブメント的なやつかな。ライフル買った方が。ライフル買いたいね。買った。増えた。本当？だからこのバックパックを分けて、うん、パスしてもらって出て投げるの？あ、この空のバックパックを、そうそう、そういう感じ。取った。取り替えるんですわ、バックパックを。うん。7。だから安いやつからだんだん高くなっていくんじゃない？左のやつ3でしたよ。本当？下のやつ。これ？うん。それを。これライフル？え？これ何？ライフ、ライフ、ライフ。あ、ライフね。あれ？あ？あれ？あれ？あれ？ウィーンつって。増えない。あ、ライフルじゃなくてね。うん。ライフね。ライフ。え？え？え？あれ？増えてないね。増えない？あれ？頭蓋骨がないといけないの？え？もしかして。どういうこと？こんにちは。こんにちは。俺増えたのかな？なんか。買ってみる？ちょっと一旦バックパック、はい。5。あの2と、なんか2、ハートもなんかちょっと欠けてるよね。うん。えい。増えた。増えた。あれ？頭蓋骨がいる？頭蓋骨いる。これやってみる？はい。あれ？あ、待って、はい。上行っちゃった。上行っちゃった。これ取れる？ 7。7円。よいしょ。あ、違う。ミュータ。あれ？あれ？頭蓋骨ないとダメなの？ダメなのかな？それつらいね。つらみ。お金あそこに。ああ、置いてきちゃった。じゃあ行きますか、このまま。二人とも弾でかくなる状態か。体
のバックパックしかねえな。デスカウントがあるとダメ？お、お、ボス？どうしたどうした？なんかボタン押すのか？お？わあ。え、怖い。キモ。右下から出る？キモ。え、キモ。お？俺ライフルもなんもないんだけど。ボス戦の前にショップがある？そういうこと？これ足場ないとこ行ったら落ちて死ぬ？あれが足場を作ってくれてる？命の輝きくん。本当だ。プレイヤーが生まれればあの脳みそが生成されるのでは、うん、足場が。押してみます？あ、こっちから出たよ。え、あっちかい。俺は何の役にも立たねえ。あ、生成されてますね。脳みそが、脳みそこれ壊せるのか。はい。ライフルないんですか？ライフルとかないのかな。矢印出てないからないのかな。ないのかな。アイテムボックスとかないのかな。なさそう。これは当たってもいいかな。えい。おお。あー、撃ってきたー。多分皆さんも撃ってきたよー。キャー。これはボスですね。はい、ボスです。目がダメージソースやな。あーあーあー、やばい、追い込まれてる。俺は何もできねえ。足場が危ねえ。頑張れ頑張れ。敵の弾でも足場が崩れていくっていう、うん、ガームの塔の最上階のボスやな。ダルクファクトやな。足場が崩れていく系。ダルクファクトでお願いします。おお。右下のが敵の HP カウンターなんだな。そうですね、4割ぐらい減らしました。これ2人で戦いたいね。ライフルないのきついね。上から踏んでもダメだよねこれ。多分弾数制限はどうなるんでしょうか。あ、なんか増えた。これから出る。あ、アイテム花から出ますね。射程距離長いから遠くから撃ってれば勝てるのか。本当だ、めっちゃ。あとは敵の弾を避けて。あぶねえ、あぶねえ。あ、セーフ。出口かな。おお、すごい、やったぜ。すげえ。命の輝きを倒した倒した倒した。お、開いた開いた。お、次、あ、で出口開いたよ。ああ、え、攻撃した方がいいのでは。お、うん。うん。何だったんだ。なんだ、ロリコン。このロリコンどもめ。あ、なんか来た。キモい。お、お、お、敵か。なんだ。でもなんかこの人見たことある。復活してるよ。はい、復活しました。このロリコンどもめ。下にまだいますね。敵なのか。こんにちは。こんにちは。あ、捕まったよ。え？取られた。ハートハート。あ、回復回復。ハート回復できますよ。なんか喋ってる。ハート取ってください。はいはい。あれ取れない。捕まらないとこのハート取る。あ、また捕まった。あ、捕まった。なんか喋ってます。怖い怖い。この画面ちょっとあのネットでチラッと、うん、見たハートはなんて言ってます。わかんない。無限にハートが出てきますね。出てきますけど、私また頭がないから、うん、もしくはデスカウントがどうのこうの、うん。独特すぎる。ああ、あれも来てるよ。あれ。ちょっとこのゲーム大丈夫なやつ。なんか逃げてくけど。あれ、ま、別のやついる。ああ、なんだ、来た。なんだえ、ハマったよこれ。スポ独特スキルでしょ。
なんかあれかな、閻魔様とか輪廻転生的な、これ飾り方だな。うわあれ何も来らない。あ、弾なくなっちゃった。弾これから出るよ。出た出た、半分回復するな。倒した倒したものの、あいつはこいつは何なの判定ねえけど独特すぎる。上にいっぱいいる。今日の夢はここまでこれ多分永遠と続くんでしょうね、こういう感じで。そうでしょうね。逃げてった。待てよー待てよー。踏んでダメージ当たる。でこれ次に進むんですね、うん、あ、いた。で私はライフ、あのライフルはいろいろなものがない何もない。何もない。 あれ、なるほど。じゃあいくつかの面があって、ああ、うまくついてきた。いくつかの面があってショップがあってボス戦があってまた戻ってきて、はい、また選んで、はい、現在の得点とか出るんですかねえい、あ、ハイスコア、あ、違う違う違う、え、失われますってどういうことだ。どうして失われるんですか何もねえバックパックすらないぞちょっと海面は魚はやめようこっちがいいな。ライフル欲しいですね。はい、目玉さんがどんどん増えてきて、はい、どうの方の、はいはい、 3つ集めるとなんとかなるとか。アイスコア、危なくた。 あいつは何なんだ。助けてくれないの。あいつは何なの。無害になって、あ、ん、あれ俺突っ込んだら死んだよある程度撃つと、なんか難易度調整キャラなのかな。ちょっと時間経つと活性化して、そのまま突っ込むと死んじゃう。うん、そういうこと。こう処理しないといけないパターン、そういうやつ、めんどくせえやつ。キャー、あ、撃てない俺何もできない。そして画面外で画面外で死んだっぽい。にゃー、画面外で俺何回か死んでるっぽいマジであれ俺も死んだ。キャー、どんどんついてくるのかなあいつは。うん、ハイスコア442点って書いてあるね。なるほど。キャーキャーちょっとライフルをライフル欲しいな。無理があろうかと思われますあー、デスカウント18。弾が、ああとりあえずそのまま進んでいただいて。危ねえ。おお、なんか戻るんだよ、たまに。たまに戻るね。お、なんだ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 、なんかたまに戻るぞ。よいしょ。バックパックがないのか。お金がたまっていかない。ああ。ちょっと行ってみるか。あ、ちょちょちょ。ああ。あれ？なんか触ると戻る？ああ、そういう感じなの。戻ったぞ謎、わからん、進もう
分からぬ、分からん、ライフルが出てこぬライフルはもらえない気がしますね、このまま。ああ追い出しちゃった。ああバックパックあった。バックパック、バックパックだけあってもな。うん、うおい、ライフルは戻った、戻った。なぜ戻るのか条件がわからんね。うえっ、なんかわからん。あ、戻った。あ、なん、ん？離れてるから届くのないか。あ、そういうこと？離れすぎてると。あ？あ？なんで戻るね。なんか戻ったね。そして死んでますね。24。画面外で死んでましたね。にゃん。進んじゃう。はい。進むとどうなる？進むとついてきます。また来た。はい。このロリコンどもめ。バックベアード様ですね。そうですね。あ、カジュアルで死んでしまう。無音で踏んで倒すのを頑張る。ちょっとライフルの方を至急あー食われた。おいちょいちょい、あ戻った。あれなんか、お、なんか俺押してる？なんでしょうね。この辺のなんかアイテムから出ないのかな。出そうなもんだけどね。あん？まあなんかバグめいたものかもしれない。弾が、あ、あ、あ、謎、あ、謎、あ、謎。ん？戻ったね。分からんな。条件分かんないね。何も押さなかったよ今。あお。にゃん。弾がね。にゃーん。にゃーん。あーおーん。一定時間で戻される呪いが。呪いですか。あれ。またバックパックか。あーん。あん。あーん。なんで一定時間で戻されてますね。あれなんか白い白玉が4つ半ありますけど、あれなんですか。あれなんだろうね。さっきボス倒した後からなんか出てるよね。あーなんだ、青い。どういうこと。え、なになになに。んん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 ？死んだの？死んだの？俺死んだの？死んではいないか。一定時間で戻されてますね。さっきから。うん。ゴールしちゃった方がいいか。あれ？どこ行った？俺どこ行った？右上？あ？戻った？右上？右上？右上ってどこだ？バグってます？バグですね、きっと。これはバグっぽいっす、ね。まだ出たばっかりだし。バグっぽいですね。俺、うん、多分めちゃくちゃ右上にいそうですね。そうだね。だってもうこれマップないよ、右上。うん。弾も撃てないけど。
どうしたらいいんだ。ああ。ディスカウント36になってますけど。あれ、これ進行不能バグでは？え、俺は復活できるけど、その後どうしようもない。定時間経つとバックベアードは自我を失うのか。そうっぽい。ああ。活性化した。え、これどうしようもないね。俺何もできない。俺がクリアするのか、この面を。そうか、その手がある。その手がある。俺こそ普通そうでは。だってこれ何も丸腰ですよ、もう。うまいことゴールにドーン。へい。ああ惜しい。デスカウントがどんどん増えていく。ゲームオーバーならない。ならないのが不思議です。38。やべえな。年齢に追いついてしまう。素早く。素早く素早くドーン。おわおわ、入った入った入った、奇跡的に入った。しかし俺が入れない。え、あ、そうか。そうすると進行不能では。照れた。A ボタンでこれ進行不能では。進行不能ですね、これ。へいへい、俺弾も撃てないよ、だって。へい、 7発のままの全然変わらない。ほんとジャンプ音とかもないし、バグですね。罪です。はい。今日はこの辺で、まあ、まあもう こんな時間、もう11時半じゃん、もうすぐ554点ということで、はい、今日は良かったね。あのニャーンから出たり引っ込んだりするのが結構面白い。頭ないやつが、頭も弾もないやつが。じゃあここで終わりです。残念、我々の冒険はここで終わってしまった。あ、一応だからこれで隠れ家に戻ればいいんですよ。なるほど。でなくなっちゃう。まあゲームオーバーにならないとハイスコアは残らない。そうか、どうしようもない。はい、554点って書いてます。554点ってことで、ちょっと皆さんメモしておいてください。終わりです。じゃあ今日はここまでです。明日は何かします。はい、なんだっけ、あ、マリオ、マリオとフォルマ8っていう、はい、ちょっとね俺まだつかめてないゲームがあります。はい、その辺で。じゃあ、いやでもこれ面白かったけど、うん、謎が多いね。謎だね、うん、面白い。はい、終わりです。じゃあまた明日、また明日8時半に。おやすみなさい。おつお。